はい、では、その FFT のですね、計算量評価っていうのを一応やっておきます。で、まあ、結論から言いますと、そのここの定理にある書きましたけれども、そのオメガ n が1の原子 n 乗個のとき、次数がですね、n イコール2の e 乗未満の多項式に対する、まあ、FFT の計算量は、まあ、オーダーの n ログ n になるというのが結論です。でそこで、まあ、その、証明なんですが、唐津波の方法と同じようにそのやはり全化式を解くので、この t の n というのを、まあ、n 次未満の多項式 f に対する FFT の計算量としましょう。それから便宜上その t の1は0というふうに表しておきます。まあ、計算しないで済むという意味ですね。で、それでですね、各ステップ、先ほどの FFT のそのアルゴリズムの各ステップを出しまして、でそこでのその各ステップの計算をこう出してみたんですけれども、まず、前半のステップでその FFT を分割する部分がありました。で分割した部分ではそれぞれその、例えば第4のステップ、第5のステップっていうのは、今度はその1の原子2分の n 乗項に関する FFT を計算しますので、そこでの計算量が、まあ、t の2分の n という形に表されます。で、後半のステップではまあ、とそのですね、分割した結果をこう組み合わせていくんですけれども、この7番のループでは、ここではループが2分の n 回ありまして、でその各ステップでの計算量は、例えばステップ A が加算1回、乗算1回、それからステップ B が加算1回、乗算1回、ステップ C が乗算1回というふうになっていますので、それを順番に加えていくと、ここに下の行にありますように、t の n っていうのが2倍の t の2分の n プラス、2分の n か、これは2分のこれ全部7番のステップっていうのは2分の n 次の多項式の計算量ですので、まあオーダーの2分の n という形になります。でここにその n イコールその2分の e 乗を代入してこう整理代入してどんどん再帰的に代入して整理していきますと、まあ t の2分の e 乗がですね、まあ、こういった形で代入するわけなんで、ここに行く形で n に2分の e 乗を代入するわけなんですけれども、まあ、これでどんどん展開していくと、最終的には、一番下の行にありますように、2の e 乗かける t の1プラス e かけるオーダーの2の e マイナス1乗ということになって、で最後はこれがオーダーの、e かける2の e 乗、すなわち、まあ、n ログ n という形で評価することができます。ここまでいいでしょうか。で最後にですね、まあ、これを使って、まあ、一変数多項式の乗算のアルゴリズムを説明します。で、まあ、ここではですね、アルゴリズムの名前を FFT マルチプライというふうに名前にしたんですけれども、まあ、入力としましては、まあ、NE ですね、2の E 乗が N になるような、N に等しいような、そういう E、2のべき指数 E を。それから、AX と BX というのは複素係数の多項式で、で次数が N 未満の多項式、どちらも N 未満の多項式にします。で出力 CX は、まあ、次数が 2N 未満の多項式という形にします。で、あとはですね、まあ、1番目のステップでは、この AX をその FFT で、その、1の 2n 乗項ですね、原子 2n 乗項に関する DFT を計算し、それから2番目のステップではこの BX も同じようにその1の原子 2n 乗項での DFT を計算して、3番目のステップでこの1のステップで計算したこの係数ですね、この関数値それぞれをこうバーッと積を取ります。で積を取ったものが、まあ、この Z から Z0 から Z2n-1 っていうふうに表しましたので、これを今度はその逆 DFT を FFT で計算することで、まあ、CX の係数を得るという形で計算が進みます。
で、その計算量をまとめますと、まあ、1番目2番目のステップではこの N 字の多項式のまあ、DFT ですので、まあ、オーダー N ログ N と、それから3番目の ところではその係数の積なんですけれども、まあ、係数の積はまあ、実際には 2N-1 個の積を取る 2N 個の積なんですが、まあ、オーダー N と。で最後にこの、まあ、ZI っていう関数値から、元のっていうか積の CX のですね係数を得るのに、まあ逆 DFT を FFT で計算することで、まあ、オーダー N ログ N ということで合計の計算量が、まあ、オーダーの N ログ N で評価できます。ここまでいいでしょうか。ということで今回はですねその、まあ、高速乗算法の2つ目の方法としてその高速フーリエ変換を使った方法を紹介いたしました。で、まあ、離散フーリエ変換とですねそれから離散フーリエ変換を高速に行うその高速フーリエ変換 FFT っていうのを紹介しまして、で最後にこの FFT を使った一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて説明をしました。なおテキストではですね今回 の FFT を用いた一変数多項式の乗算はまあ複素数体で行っておりますけれどもテキストではこの 6.3 節でこの解としてですね、この複素数体に変えて、これは有限体で行って整数演算だけでその整形数の多項式の乗算を効率的に行うという方法が紹介されております。ちょっとこの授業では時間の都合で省略しますけれども、まあ、そちらの方も割と興味深いアルゴリズムと思いますので、まあ、興味のある人は見てみてください。ということで一応ですねこの授業春学期としまして主にその、まあ、拡張ユークリッド誤助法を中心にこの、まあ、代数的割とその代数的な、まあ、数値計算っていうんですかね、まあ、そういった厳密な数値計算に基づくアルゴリズムを紹介してきました。でまあ皆さんの中にはですねそのこれから教員を目指す人もいるかと思います。で、まあ、そういった中でその、まあ、この計算基礎学1も教職科目の必修に位置づけられていてでこう皆さんもその教員志望の人もこの授業を取ることについてはまあ、積極的な人もいれば消極的な人もいるかもしれませんけれどもと今のですねその多分特に教職を目指している人は今のその教育日本の教育情勢とか教育なんでしょうねカリキュラムの動向なんかもいろんなことを目にしてるんじゃないかと思います。例えばもう来年か再来年ぐらいからその小学校でもプログラミング教育を必修にしようとこう政府がというかまあ政府が偉い人が言ったりとかしていてですね。で、まあそれが現実になるかどうかちょっとまだわからないんですけども、ただそういった動きは民間でも各地に広まっていて、でそうするとそういうですね小学校からそういう形の教育を受けてきた人たちにですね、多分皆さんが数学や情報のようなことを教えていく機会が多分あるんではないかと思います。で、まあ僕のこの授業を知った時の意図としてはですね、まあ、多分皆さんがそうやってこう教わってきた生徒たちをですね次のステップ次の世代に導いていく役割を担うと思いますので、だからそんな時にこう自分でその皆さんがこれから教える生徒たちをどのように将来を道しるべを指し示していけるかどうか、まあ、そういったその手がかりにこう少しでもこの授業がなるようにですね、ちょっとはそういうアルゴリズム的な観点もしくはそういう考え方っていうのを知る機会にしてほしいなと思ってこの授業をやってきました。でまあもちろん教員にならない人もいるかもしれませんが、例えばまあ、僕も今親としてですねこう子どもの勉強なんかを見たり
していますけれども、まあ、もしかしたら皆さんの一部にはその教員にならなくても親の立場でその皆さんのお子さんたちをですねこう見ていくことがあるかもしれません。ですので、まあ、そういったまあ機会もあるかもしれないし、まあ、教育が何の役に立つかっていうのはやってみないとわからない面もありますけれども、まあ、もしかして役に立つかも役に立つかもどうかわからないですが、まあ、そういう機会にですねこの授業が何らかのきっかけになればというふうに思います。というわけで、まあ、短い期間でしたが、まあ、皆さんのこれからのこの分野の活躍をお祈りしたいと思います。どうもお疲れ様でした。